場版マクロスフロンティアが豪華ブルーレイボックスになって登場。偽りの歌姫には劇場公開時に上映されていたイントロパート、さよならの翼エンディングにはシュリスタ新規制作ライブムービーを収録。この映像が見られるのはシュリスタボックスだけ。3枚目のディスクはプロジェクトフロンティアアルティメットハイブリッドディスク、プレイステーション3で見られるプレイビューと超ボリューム120分を超える特別映像を収録したハイブリッド仕様。さらに A4 サイズの設定美術原画集に版権イラスト集も付いた数量限定生産品。劇場版マクロスフロンティア30周年シュリスタボックスブルーレイ版と DVD 版5月15日発売。この商品は数量限定生産です。必ず手に入れるなら今すぐ予約を。